俺は高校生探偵サンサン。幼なじみで同級生のクモリンとワクワクタウンに遊びに行く黒ずくめの男の怪しげな取引現場を目撃した。取引を見るのに夢中になっていた俺は背後から近づくもう一人の仲間に気づかなかった。俺はその男に不思議な水を飲まされ、目が覚めたら体が縮んでしまっていた。サンサンが生きてると奴らに知れたらまた命が狙われ、周りの人間にも危害が及ぶ。クモリン博士の助言で姿を隠すことにした俺は、クモリンに名前を聞かれ、とっさにアンコーと名乗る。奴らの情報をつかむために父親が探偵をやっているクモリンの家に転がり込んだ。こいつらは今の俺の同級生、クモタ、クモヒコ、クモミ。少年探偵団を作って勝手に俺を仲間に引き入れた。説明しなくてもわかるよな。この5つの仕掛けはクモリン博士の発明品だ。博士は小さくなった俺のために次々とユニークな仕掛けを作ってくれた。ポップアップロード、レバーを倒すと道が上がるんだ。ピューってね。ベンチ、一休みができるぞ。パン工場、ボタンを押してパトロールへ行こう。跳ね上げ橋、車が通ると橋が下がるんだ。売金所、エレベーターで中へ入ってスロープを駆け下りられるっていう優れものだ。俺たちは小学1年生の生活を送ることになった。小さくなっても頭脳は同じ、迷宮なしの名探偵。付属のアンパンマンはいつも一つ。サンサン、今日は何して遊ぶの？今日はお絵かきしよう。いいね、クモリンお絵かき得意。本当？じゃあサンサンはクモリン描くから、クモリンはサンサン描いて。それ面白そう。うまく描けるかな。クモリン行きます。ちゃんと描いてね。知ってる。丸描いて、こうやって。いいじゃんいいじゃん。口描いて、あれ、おひげをつけたら完成。ほぼライオンじゃん。サンサン、行きまーす。できるかな。クモリンより上手に描くよ。まずこうでしょ。クモリンは丸毛っぽくしよーっと。はあ。口描いて、ほっぺ描いて、完成。クモリン、こんなアホっぽくない。かわいいじゃん。サンサンのこと変な顔に描いてやる。やめて。まずこうでしょ。それでこうやって、垂れ目にしよう。うわー、鼻こいて、口は曲げちゃおう。ひどい。鼻水ジュルジュル。クモリンめ、見てろよ。見てる見てる。おりゃー。どんな顔にしようかな。こうやって。クモリン、そんな話してない。唇プルルー。泣き虫クモリン。泣いたことないし。完成。うわー、ひどいなこれ。クモリンそっくり。全然。はい、クモリン行きます。まだ懲りないのか。そいやー、こうやって、唇プルー。あ、真似した。気持ち悪くしようっと。うわー、じゃじゃーん、できた。なんか可愛くなってない？え、サンサンそれ本気？最後はサンサン行きます。どんなのを描いてくれるのかな。見てろよ。見てる見てる。クモリンは形が難しい。こうしてヒュイーン。これをほっぺ描いたら
くのずるい。一枚はちゃんと書かないとね。これが人気の取り方か。くもりんかわいいね。サンさんが一番ずるい。いっぱい書いたね。いっぱい書いた。うわ、変な顔ばっかりある。ほんとだ。みんなもサンさんとくもりんの絵を描いたら教えてね。今日はくもりん助手と一緒に実験をします。くもりん助手、はーい。今日はこのクレヨンしんちゃん実験ドリンクだぞ、セブンを使って実験するよ。粉を入れると色が変わるみたい。じゃあ早速実験開始。くもりんは僕の真似をしてね。はーい。中にはフラスコカップ、紫の粉、不思議な粉、ストローが入ってるよ。お家ではお水を用意してね。まずは水をフラスコカップの 100cc のところまで入れるよ。ジャバ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 。次は紫の粉を入れてフラスコを揺らしながら溶かすよ。ジャバ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 。フリ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 。最後にこの不思議な粉を入れて揺らそう。そうするとうわあ、溢れてきた。びっくりした。ピンク色になったね。すごい。周りを濡らさないように注意してね。完成したらストローを刺して飲もう。ごく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 、おいしい。コーラ味だね。どうなるのかな。同じじゃつまらないな。よし、この黄色のデコフリを入れてどんな色になるのか試してみようっと。えい、フリ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 。わー、ちょっとだけオレンジ色になった。え、わー、くっ、コリン、なに。マグリンとアンパンマン号のブロックで遊ぼ。うまく作れたらペロペロチョコプレゼントね。オッケー。サンさん、いきます。うまくできるかな。えいっと、よいしょよいしょ。じゃじゃん、できた。サンさん、なにこれ。傘だよ、傘。すごい。すごいでしょ。すごい。だね。なに、くもりん、この粉。ほんとのことだもん。えい、うわぁ、雨だ。おりゃ、傘作ってよかった。なぬ、くもりん、いきます。なに作ろうかな。こうして、こうやって、よいしょ、ガッチャン。
宙人？キリンさんだよ。あー、キリンさんか。気持ち悪い。なんだと？かわいいよ、キリンさん。さっきのお返しだ。行くぞ、クモリン。なに？やっつけてやる。望むところだ。おりゃー。わあ。わあ。またやられた。やったー。キリンさんの勝ちだ。ブロック遊び。面白く作れたのは誰かな？やったー！全部面白い！僕たち天才かも！ペロペロチョコやったー！やったね、くもりん！モグリンとアンパンマンゴーのブロック遊び、楽しかったー！楽しかったー！みんなも何か作ったら教えてね！おやつはこのアンパンマンペロペロチョコ、おいしい、おいしい。さんさん、なにそれ。ペロペロチョコを食べてたんだよ。なにそれ、僕にもちょうだい。ごめん、ちょうど食べ終わっちゃったんだ。やだ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 、僕も食べたい。あ、だったらオリジナルのペロペロチョコを作ってあげるよ。はい。小麦粘土を使って作っていくよ。ピンクと白と黒を使おう。まずは白で体を作るよ。次は黒で顔を作ろう。最後はピンクでほっぺを作ろう。できたら体に棒を刺して顔と順番につけて、くもりんペロペロチョコ完成。くもりんどうぞ。わー、僕にそっくり、ありがとう。ペロ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 。今日はペロペロチョコと粘土を使って遊んでみたよ。みんなもいろんなペロペロチョコを作ってみてね。ありがとう。チャンネル登録よろしくね。もっと面白い動画があるよ。見てね。右と左どっちがおすすめ？